チャオ、あっちゃんです。今日は8月の16日、あっちゃんの朝ごはんです。今日は3人分ね、同時に作ります。唐揚げ2個しか残って、3個残したつもりが食べられたのまあいいわ。これをね、適当にね、切ります。できます。で、パン、パンね、パンを、まずね、子供ちゃんの分からだけ作ろう。これね、兄ちゃんはマヨだけ、弟くんはケチャマヨ、ケチャがいらんっていうね。で、ここにチーズ、こんな感じ。これでちょっと焼きます。あっちゃんの分、パン、あっちゃんはケチャマヨでいきます。これね、さっとサラダでも作ろう。で、後で焼きます。はい、焼けました。では、いただきます。もうこれもね、食べ終わって、こちらだけ食べます。いただきます。うん、おいしいね。でも眠たい。5時間ぐらい寝てんで、昨日は2時過ぎぐらい寝たから、いや、朝ドラ前に起きたからね。もう手がなかったから、
今帰る？うん。明日？もちろんじゃ。どこに帰った？食材買いに行くの？なんかあるかな？食材買いに行く？一緒に行く？ネット送ってん。バンドエイジや。久々にバンドエイジみたいな。ええって感じだったよ。今マジで出て行って外食ばっかりしてない。海行く。海なんでよ。明日熊の花火行く。熊の花火すっごい出る。行くんだったら今日夜から出て、夜近早めに出ていかな。いや駐車場あらへんの。海行こうか。日本海行こうよ。海鮮の海食べる。夏休みそればっかりや。うん。日本橋行こう。明日行こうか。日本橋いいよ。明日晴れやし暑いやろけど、ね、どっか出てきたよね。日本橋行ってどっか行こうか。コスコ、コスコ。え、いらん。コスコ会員権切れてるわ。ん？コスコ。コストコや。生きて英語発音するんだって。コスコ。シャークかいな。シャークエナジー。ん？うん。サメ栄養飲料。え、ダサい。コスコにあげるでっかい肉の塊買いに。なんで肉やから BBQ しようよ。和歌山行こうか。ね、あの大トロ食べに行こうよ。なんで他にいいやん。どっか行こうか。どっか行こう。日本橋早いの。どっか泊まるよ日本橋。なんで日本橋ごとに泊まらない。ん、今しとき、だらだらしとるからやん。日本橋行けんごなんだよ。ん、日本橋行けんごなんだよ。今の中へ車の中で、車の中でし、車の中でして、出版装置の思んないこと書いておこうか。絶対採用されへんように書いておこう。採用されたらバレる。本に言われるよ。ググったらバレんねんって言ってるって。映画見て書くってことじゃないから。任せよ。読むめんどくさいから映画見て書いてよ。ならストーリーが映画のストーリーだからバレる。原作になかったらしいわ。バレてもね。原作にないキャラ出すなお前。
このねぶたは、今日はだらだらしよう。今日はだらだらするわ。いつもや。ええね、だらだらして。そうで、エビちゃんが。いっぱい泳いでる。見えへんやろ。見えへんね。見えへんけど、めちゃくちゃおるで。映るかな、これ、動画で。まだちっちゃいちっちゃいよ、かわいいわ。昔ね、アクアリウムやってたんや、うん、前のとこで。60水槽と45棟でいろんなの買っててんけど、魚も可愛かったよ。海水やりたかったんけどね、もう海水はできへんな。まあまあその話はどうでもいいね、うん、アレクサしよう。アレクサ、明日は何の日？あれ、1948年8月17日にアメリカ軍に接収されていた横浜ゲイリック球場で日本初のプロ野球公式戦のナイトゲームが開催されました。巨人対中日戦で翌日の新聞には空前の超満員と報じられ、観客はスタンドからあふれ、ファウルグラウンドからも観戦することでした。すごいな、プロ野球のね、で戦後始めた、戦後解禁されてナイターが始まった日らしいです。はい。観客ファールグラウンドにあふれるってすごいよね、うん、暑かったんやろね、あの時代ね、っていうか珍しかったんやろね。はい、まあ戦後のあれか、いろんなこう規制されてる中でね、そういう娯楽っていうのが解禁されて一気にブレイクしたんかもわからない ね、 ね、こうやってお父ちゃんとかね、その近所のじいちゃんとか、あっちゃんとこはね、じいちゃんが二人とも行ってない、生まれた時にはもうじいちゃん二人とも死んで、一人戦死で、一人はね、戦後に病気かなんか知らんけどね、亡くなってて、あっちゃんにはおじいちゃんおらへんね。だからうちのばあちゃんの、うちのね、お母ちゃん側のばあちゃんのお兄ちゃんが、そのじいちゃんは京都の、そのじいちゃんとはよう喋っとってんけど、幼稚かね、行ったら喋っとって、そのじいちゃんも怖い、硬い人で、あんまり喋らへん、あっちゃんには喋ってくれる人でね、うん、まあ、そういうね、お父ちゃんとかおじいちゃんにあの戦後のこととか聞いとったら、悲惨な時代やったって、食うもんもなかったし、って言ったけど、なんやかんや言って、いろんなことがそのキラキラして楽しかった時代やろうなって、逆に、で今の時代って物ありふれて、何でももうなんかもう口開いたらご飯食べられてね、あの何もせんかっても生きていける時代って言っちゃ悪いけどね、うん、になってるけど、昔はもうね、働かへんかったら食われへん時代やったからね、だから逆にある意味キラキラして楽しかった時代なんちゃうかなと思ったりもするよね。一個一個真新しく、今やったらもうね、なまあ、物っていうか、そのいろんな娯楽もあふれて何しても楽しくないよね。そう感じてしまうっていうのもね、だからね、そこのところでなんかこうキラキラ輝くもので、あとは実はね、お祭り大好きって言うでよ。で昨日も花火大会で楽しんでて、アホみたいにね、こうテンション高くしてたでしょ、あのライブでも。でも無理に作ってるわけじゃないねんけど、あんなんでけへん子やったんよ、実は。お祭りも一人楽しめへんかって、で学校の行事、体育祭とか文化祭とかいろんなことあったけど、一人冷めて面白くないって冷めてたよね、実は。大人になって、で自分を表現できるようになって、みっちゃんと出会ってからで自分を表現できるようになって、会社の代表やって、それでもやっぱり恥ずかしくって前で喋るのもできへんかった時代もあったけどね、ある程度ミキちゃんに心開かれてね、でその後ね、ミキちゃん亡くなってから、もう性同一性障害もカミングアウトして、そうやって生きてきた中で、自由に来たらいいねやんって、好きなことしたらいいねやんと思ったら、一個一個楽しめるようになってさ、だからテーマパーク行っても楽しまれへんかったね、
だからディズニーとか行ってミッキーの耳つけてわーってやってる人見たらバカじゃないのって冷めてた行ったことないけどね、あのディズニーは。あのユニバなんかでもね、ミニオン今なかったね、あの時代ね。あのユニバで、なんや知らんわ、ジョーズの帽子かぶったりしてわー言うとる人見たらアホちゃうと思う。ジェットコースター乗ってわー言うとる人見たらアホちゃうと思うとったよね。そんなね、子供というか大人、幼少期から大人の時代を過ごしててんけどね、最近はね、もうちょっとしたことが嬉しい、ちょっとしてなんていうの、もう足がこけても楽しい永遠の13歳でございます。だからね、これほんまに心から楽しめるようになったらね、めちゃくちゃ生きてて楽しいなと思って、なんかその戦後初めてナイターができた時に輝いてた人たちってそういう気持ちやったんちゃうかなってあっちゃん思った今。だから昨日もね、あのお祭りで楽しかったよ。お祭りで一人勝手に横にしとおんのに歌ったりさ、アホみたいに大きな声でライブしたりさ、全然そういうのがちょっと恥ずかしいで、でも楽しめるようになったっていうのも自分の中で何か一皮向けたんやろなって思うね。ほんま数年前のあっちゃんはなんかできる子じゃなかったからねYouTube 恐るべしです。はい、ということでね、また YouTuber としてね、 YouTuber としてっていうか、まあ個人あっちゃんね、中村あつみとしてね、第二の人生をね謳歌していこうと思った、今日8月の15日の朝でした。あ、16日の朝でした。はい、この動画が17日金曜日の朝です。はい、ということでね、今日のあっちゃんの朝ごはん、昨日の残った唐揚げのピザトースト、美味しかったよ。結構唐揚げがね、あの味がちゃんとついてて、あっちゃんの唐揚げめちゃくちゃ美味しいわ、これ。ほんまに、なんていうの、なんとかのチェーン店とか言って、よう屋台で売ったり、お店で売ったりしてるけど、フランチャイズしてこの味出荷しても多分売れるんちゃうかいぐらい美味しいで。ほんまに。ね、秘伝のレシピはあらへんねん。その都度気分で入れるもん変わるからね。定着せえへんねんけど。でも今回のマジ美味しかった。今回多分何入れたの？ニンニクとソーミシャンタンか、香味ペースト、まあ、あの中華だしと、あと塩と胡椒と、何やろうな、多分でもニンニクが効いてるよね。と生姜、そんな感じ、でした。はい、醤油入れると美味しいんだけど焦げんねん、ああいう時。まあそんなのどうでもいいね。はい、あ、お酒も入れたかな、忘れちゃってました。はい、ということで、今日のあちゃんの朝ごはん、唐揚げトースト、美味しかったよ。で、いいねって思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。では、またね、バイバイ。ちょっとだけ頭が起きてないからね、もうちょっとだけぼーっとしてて、今日のセッションしていきたいと思います。